っと目つぶって想像して。足立のニキビ始まりました。イエイ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 。今日は前回自分個人的にまあ大好評だった、食べ合わせおにぎりのね、あの組み合わせのものにちなんで、みんながお家で手軽にできる、こんな本当にあるのかという食べ合わせをまあ実験しながら紹介していきたいと思います。ちなみに私は一回もやったことがない組み合わせなので、めちゃめちゃ楽しみに張り切ってます。もうさ、見て、なんかプリン滑らかなやつをあのスタッフさんが選んできてくれたらしいんだけど、滑らかすぎてもうなんかドロドロです。いや、前回おにぎり編みたいな形でエニキビに紹介させてもらったんですけど、その中でみかんと海苔と醤油でまあイクラになるっていう話をして、実際にやってみて私はもうお寿司屋さんに来ちゃったんじゃないかと思ったんですけど、後でねスタッフさんに食べてもらった時に、いやーちょっとこれは惜しいなーってね、物足りないなっていう、まあスタッフさんが一人いらっしゃってですね、うならせたいと思って今回はまた違う食べ合わせに挑戦したいと思います。今日は、6個のパターンを、挑戦してみたくて、1つ目、カルピスとウーロン茶でオレンジジュース。なわけあるかいって感じですけどね、どう頑張っても。早速やっていきましょうかね。カルピスとかのね、量書いてないわけだから、カルピスとウーロン茶、個人的なあれでいかせてもらいたいと思います。あー、もう無理、この色何いいんじゃない。もうちょっとお腹痛いの。もうお腹痛い。でもワク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 。見てこの色どうですか。香りはカルピスね。え、カル、香りめっちゃウーロン茶のちょっと甘み。いただきます。強かった気がするんだけど、4対2ぐらい。最初の一口だけで4対2。あ、やばい、ね、4対2じゃないよね。そうだよね、4等分自分の中でしてたんだ。点数をつけるとしたら5点満点中どうですか。これ基準になりますね。結構5つ星か何星かって話。私は煮干し4? 4つ星?煮干しじゃないか、2つ星煮干し、やばい煮干しの言い方の癖。そして次です、2つ目、牛乳と麦茶と砂糖でコーヒー牛乳。なんかね、これはね、だからコーヒー切れちゃった時麦茶で代用したらいいってことですよね。これ牛乳入ってるんで、ちょっと牛乳、ちょっとでいいですよねちょっとでね。で、麦茶、こんなもんじゃない。でもさっき覚えたね、麦茶とかウーロン茶は結構強く出るので、砂糖失礼します。どれくらいかな、結構入れないとなのかな。もうちょっと麦茶出していいですか。はぁ、はぁ、無理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 。これ薄めのカフェラテとかと思ったらいいのか。乾杯。あ、待って待って、あれ、あ、はぁ、はぁ、やばい、これはすごい。コーヒー牛乳じゃないですか。ちょっと見てください。あ、いつもコーヒーを普通に飲んでる人はあれかも。
あの薄く感じるのかも。だけど私はコーヒー飲めない人間だからめっちゃ牛乳入れるから同じ味する。今他のスタッフも飲んでます。どうですか？うっすうっすって言ってるけど、え、私これもうもはや5点。え、5点？嘘だ。え、これ5点？早い、5点出るの早い。いやー、2点かな。2点？あれ？おかしいな。次参りたいと思います。プリンと醤油でウニということで、もうこの、あ、ね、見て見て、ね、気づいたら冒頭あんなんじゃなかったのに、ね、プリン、柔らかプリン、柔らかすぎじゃんこれ。もうやだ、もうちょっとこれ綺麗なプリンで、さっきまだ開けたばっかりね、ね、なんかね、お豆腐みたいな感じでやらせてもらってますけど、じゃあもうがっつり醤油かけちゃっていいってことですよね。ここにもういいですか？もうもはやこれあれじゃない？キャラメルプリンだと思って食べたらウニになるかな。これは醤油の量で足りるかしら。じゃあ私もいただいてもいいですか？いただきます。せーの。あー、今ね、一瞬もうこれお醤油がね、うんうん、そうさせてんだろうね。ゼロゼロゼロだね。ゼロ。これは違うね。多分プリンがちょっと甘いのかも。でも滑らかさはね、うん、そういいですよね。ウニ感がありました。でもゼロ。4つ目はクリームチーズと和風ドレッシングでフォアグラ。フォアグラだよ。ってことはみんなさ、ドレッシング、サラダとかにクリームチーズ入ってるじゃん。あれフォアグラ食べてるってことでいい？そういうことですよね。いただきます。あ、なんかでも普通にクリームチーズとドレッシング。普通に美味しい時は除外ですかね。この組み合わせめっちゃ美味しくないですか？美味しい。クリームチーズっていいな。和風ドレッシングって最高です。これはやってほしい、みんなに。うん。ということで除外。次も結構疑わしいですが、まあやってみます。5つ目、牛乳と酢でヨーグルト。もうちょっとでいい、ちょっとで、本当にちょっとでいい。これくらいでいいかな。お酢いきます。いや、これ結構量大事じゃないですか。あー、やだ、絶対飲みたくない。すごい。ちょっと見てください。いきます。せーの。やだね。え、これさ、ちゃんと分量とか書いてほしいですよね。マイナス5。確かに。最後6個目は牛乳、たくあん、コーンスープ。いや、なんかもっと美味しそうなので締めればよかったな。ちょっとね、牛乳怖いですね今ね。すごい単品だったら美味しいはずなのにな。なかなか、たくあんもそのまま食べた方が絶対に美味しいよ。絶対に美味しいよね。ちょっと色変わってきてますよ。失礼します。このタクは食べたくない。あー、もうなんか香りがもう仲良くなれない。いや、牛乳じゃない？
ックアン食べ、いや、たくあんやん。あ、待って待って待って、たくあんずっと噛んでてください。たくあんずっと噛んでてください。ちょっと想像、目つぶって想像して、あれコンポタージュ、あれその片鱗が、あれコンポタージュ、たくあん多分これは提案した人はかなと同じ感じだったと思う。え、ちょっとコンポタージュですよ今。今コンポタージュだ、どうしよう。なってきた、なってきた。痛いね、いましたよね。ちょっとこんにちは。え、これはね、久々に来ましたね。でもこの後味の再現度は割とコーンスープに近い気がして、私は3です。 1という感じで、全て試してみたいものは食べさせてもらいましたが、どうでしたか、水野さん。今夜の夕飯になりそうなのどれですか。オレンジジュース。オレンジジュース嘘でしょ、はい、カルピスとウーロン茶で、はい、オレンジジュース。でもカルピスとウーロン茶それぞれあるならそれぞれで美味しく飲みたいですけど、ね、まあ、どうしてもない時は。ウーロン茶ってそんなにある、カルピスもそんなにあるって感じだけどね。あ、でドリンクバーとかで皆さんね、ぜひやってみてくださいよ。いいこと言った。カルピスちょっと多めで、そしてマイナス5点のヨーグルトは、匂いがね、香りがね、ちょっと仲良くなれなかったかな。でも私はやっぱりフォアグラ4番が一番いいですかね。美味しかったです。ということで絵を描いていこうかなと思いますけど、何描こうかな、ちょっと待ってね。あ、そうだ、コーヒー牛乳私めっちゃ美味しかったからそれにしよう。コーヒー牛乳、できました。はい、もうこれはみんなに忘れないようにメモ書きとしてこれに書かせてもらいました。牛乳、麦茶、砂糖、コーヒー牛乳、はい、ということで皆さんぜひやってください。感想待ってます。え、マジでやってほしい。牛乳、ちょっと麦茶多めでコーヒー意味が出ますので、コーヒーお家になくて、どうしてもコーヒー牛乳味わいたい人がいたら、こちらでやってみてください。そして、お知らせです。LINE Music のキャンペーンを今やっております。新曲 Me をたくさん聴いてくださった方の中から28人の方に、プレゼントさせてもらいます。そのプレゼントというのは、 A 賞が3名様にチェキ、 B 賞は5名様に直筆貸し入りアナザージャケットということを私書きます。で、 C 賞が20名様にポスター。ぜひぜひ皆さん参加してください。6月の10日までやっておりますので、たくさんミーを聞いてくれて、ぜひ足立のこの賞をゲットしてください。このイラストが欲しいと思ったそこのあなた、そこのあなた欲しいかこれ。お近くのセブンイレブンのネットプリントの機能を使ってぜひゲットしてください。よろしくお願いします。以上、足立からでした。新曲ミーも引き続きたくさん聴いてください。バイバーイ。わーい。わかるかな？絶対これが一番美味しかったかな。